お疲れ様です。かこつです。私現在新宿駅、京王線の新線新宿の方にいるんですけど、ちょっと今日は新宿の方で一泊するので、簡単にその一日の様子回せたらいいなと思います。今日泊まるホテルは西武新宿直結の新宿プリンスホテルです。それでは向かいたいと思います。久しぶりに新宿西口のこの地下広場みたいなの来てみたけど、めちゃめちゃ人いるな。現在地からこっち、西武新宿駅の方向かいます。あった、あれが新宿プリンス、下には西武新宿駅ありますね。いつも思うけど西口のこの交差点でかいよね。さて着きましたのでチェックインします。行きましょう。フロント地下1階だったわ。クイーンしました。本日は16階のお部屋です。ちょっと高いのかな、普通に予約したらもうちょっと下の階らしいけど、ちょっと高い階です今日は。うわうお、めちゃめちゃトレインビューじゃん。新宿駅ですね。前はそう、西口の方出ると絶対ある大塚商会。後ろビル群もすごいね。国運タワーもあるし。お部屋行きましょう。お邪魔します。シックな作りですね。本日もよろしくお願いします。広、鏡でか、メイクするときめちゃくちゃありがたいですね。鏡でかいわ。ベッドもダブルサイズだった気がする。わー新宿、西新宿の街並みって感じ。あ、ゴジラめちゃくちゃ見えるじゃん。あそこら辺か、歌舞伎町とかあの東横界隈って言われてるのは違うかな。そんな気がするんだけど。いや、いいね。夜綺麗そうだね、夜景が。で、こんなビルあったかな？これ何ビルなんだろう？昔来た時なかったような気がするんだけど、気のせいか。あ、奥にスカイツリーもある。スカイツリー見えます。おー、いいね、いいね。枕元も綺麗。なんか、すごい、おしゃれですね。ここ、あ、なんかおしゃれだな。すごいぞ。ここに洗面台があるのか。だから鏡があんなにでかいのか。なるほどね。いや、綺麗ですね。全然十分、一泊9000いくらだったかと思います。はい。なんかあのクローゼットはなくて、鏡の裏側にこうハンガーがかかっているタイプ。珍しい。よ、そしてですね、本日私が着ている、あの、ワンピース、後ろ見せたいんだけど、後ろがね、わかるかも。バックリボンになっていて、見えるかな？うん。すごく気に入っています。今日、今、時刻4時前なんですけど、この後、5時ぐらいからちょっと予定があって、予定というのも脱毛なんですが、脱毛を、ちょっとね、
その時間になるまでちょっとゆっくり休みたいと思います。なんか窓際からこうやって部屋の中を撮るとめちゃめちゃ綺麗、おしゃれ、すごい。これが1万円以下、非常に心地よく過ごせそうです。すっごいお腹空いたんだけど、なんか脱毛の前にご飯食べようか、だけど1時間ぐらいしかないからちょっと外に脱毛終わってから食べに行こうか。何食べようかな、とりあえず準備します。少しでも楽になりたいので T シャツ、エナ、ズボンに着替えました。ピアスも時計も外して、それでは疲れたけど外に出ようと思います。お腹も空きました。食べたい、お腹すいた、行ってきます。あばれるロード、なんか食べに行きたい、お腹すいた。帰りのケバブサンドの激辛一つ。普段ケバブサンドなんか絶対食べたいと思わないな。なんか東京のこの混沌としたちょっとなんだろうな、ちょっと臭い街中にぴったりに。何が言いたいんだろう私。ってことで帰宅しました。帰宅じゃないか、キホテルしましたが、このケバブ300円ですからね、結構のデカさあるけど、破格、思わず買っちゃいましたよ、普段食べないのに。でお水はこのプリンスホテルさんのお水があるので、とりあえず今日は休館日になるかどうかわからないけど、でソースが甘口辛口ニンニクとか選べたんで、私は激辛にしてみたけど、どんなもんかな、結構な量じゃない、結構入ってないか、これで300円だぞ、そんなことがあっていいのか。めちゃめちゃうまそう、めちゃめちゃ美味しそう、手につかないか心配だけど、いただきます。めちゃめちゃ美味しそう、やばいうまっ、気管支に入ってしまった。辛い、結構辛いけどめちゃめちゃうまい。これ300円、これ300円だぜ、この大きさだぜ。あ、うまっ、おいしい、うん、ふん、ケバブってどこの国の料理なんだろう、調べよう、一生懸命どこの国の人か分かんないけど、こうやって作ってくれた。いただきます。今時刻7時前なんですけど、
この明るさですよ。今日は6月20日、明日夏至なんですけど、多分7時半とかになってもまだまだ全然明るいね。でね、さすが西新宿、歌舞伎町もすぐそこなので、ああいう感じの宣伝カーがね、マンボウマンボウ新宿マンボウみたいなやつがもうひっきりなしに走ってて、その音が16階のこの部屋にまでずーっと聞こえてくる。多分ずっとうるさいんだろうなっていう感じですね。まあ仕方ないですね、それは否めない。で、アルペン東京のあそこのコマーシャル、今ウーバーイーツのコマーシャル流れてますけど、今警視庁からの流れたけど、あれの音も結構入ってくるからね。まあ眠らない街に泊まるとこういう感じなんだなって言ったところです。楽しいけどね。うん、夜はきらびやかなんだろうな。まだまだ日は落ちないですね。お風呂上がりました。パックをしております。今ここから下全裸でございます。お見苦しくて申し訳ないです。日がちょっとずつ暮れてまいりました。すごい日が暮れたんですけど、あの前のねホテルグラッセリーのこの縦にね歌舞伎町ってめちゃめちゃでかくね漢字がさっき出てましたね。すごっ。うん、交通量はちょっと減ったような気がするけど、まだまだ全然賑やかですね。そして前方にはスカイツリーが、明かりが灯りました。すげえ、東京、東京やん。すごいぞ。お、総武線かな、黄色、中央総武線か。すごい、新宿。おお、あれは中央線か。今度は山手線。お部屋に戻ってきて気づくことは、めちゃくちゃ部屋がケバブ臭い。お風呂も上がりましたので、ゆっくり編集しつつ夜を過ごしたいと思います。頑張るぞ。ということで、明日も朝も早から撮影でございます。一通り編集も終わりました。時刻は10時過ぎぐらいですかね。今日はゆっくりこちら新宿フリップ プリンスホテル休もうと思います。それではおやすみなさい。おやすみ。朝4時です。今日は夏至。さすが明るくなるのが早い。朝4時でこの明るさですからね。で、下はねめちゃめちゃタクシーがいる。もう朝まで飲んだ人の帰りとか、あとは歌舞伎町のお客さんとかなのかな。で、夜はなんかずっと救急車のサイレンとか鳴ってて、なんか運ばれてく人も多いのかななんて思ったりね。いや、24時間営業しているお店も多いですからね、ここら辺。本当に一晩中明るかった。いや、すごいね。おはようございます。時刻は4時20分です。元気よく本日も二度寝したいと思います。で、うん。
か眩しい。8時過ぎましたね。そろそろ準備します。ということでメイクが完成しました。机の上がどちらかりまくりなんですけれども、現在時刻9時、チェックアウト11時なんだけど、ちょっと早めにチェックアウトして、なんかスタバだかなんだかちょっと朝ごはんを食べつつ、また次の現場に移動したいと思います。現場だってやだね、なんか。準備整いましたのでチェックアウトします。楽しかった歌舞伎町の夜。それでは行きましょう。今日もゴジラが元気よ。西新宿の駅ビルの中に確かスタバあったので向かいたいと思います。工事してる。新宿っていつも工事してる。Thank you.